から再びドラフト情報です。はい、ドラフト会議の会場の様子が入ってきていますので見ていきましょう。こちらです。今年はいつもとは違いますね。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止策として無観客で実施されます。で、各球団は他の個室で待機していまして、選手競合した場合抽選室に行ってくじを引くという形になっています。はい、はい、選手はね、みんな今ドキドキしていると思いますけども、ここでもう一人注目の選手をご紹介します。センサー道都大学の河村時人投手です。さあ、ということで間もなくドラフト会議が始まりますが、ファイターズと伊藤投手の縁は結ばれるのでしょうか。そしてその他の北海道出身の選手たちはファイターズなのか、それとも他の球団へ行くのか、その喜びの声を6時台にはお届けできると思います。一日でもこう早くファイターズの選手の、皆様方、ファンの皆様方に、認められて、試合にこう出ていけるように、一日一日もう明日から、無駄にせず頑張っていきたいなと思います。さあ、引き続きドラフト情報を伝えてもらいたいと思います。里山さん、米山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本当にね、ファイターズ公言通り1位指名は、苫小牧駒沢大学の伊藤大投手、はい、まあ、やっぱり指名することはもちろん分かってたんですけども、これ一本釣りできるかどうかっていうところが心配だっただけに、ちょっとホッとしましたね。いや、ドキドキしましたね、はい、ファイターズ、はい、改めてですけれども、北海道出身選手を1位指名するのは移転後17年目、うん、初めてということになりますが、グッチーさん、嬉しいですね。やっぱり北海道出身の選手がドラフト1位に入るような、うん、そんな時代になってきたんだって改めて北海道出身の人と人間として思いますけども、北海道出身のという意味も踏まえて、立山さんはどのようなことを期待されますか、伊藤投手に。やっぱり、スケールの大きな投手ですから、はい、やっぱりこう先発の柱であったり、はい、また一番後ろを占める、ね、クローザーという役割もできると思うんですよ、うん、また今ファイターズに今一番必要なところがそのクローザーというところ、はい、で彼の気の強さであったりストレートの強さというところはやっぱり僕後ろ任せてほしいなという個人的な思いはあります。そうですね、もうストレートは十分プロでも通用する部分あると思いますし、非常に期待度は高いですよね。北海道の大スターになってほしいですよね、うん、本当ですね。では中継つながりましたかね。苫小牧駒沢大学にいる淵上アナウンサー呼んでみましょうか。淵上さん、お願いします。つながってなかったですか。はい、ではもう2位の、ね、はい、指名もありましたので、うん、こちらから紹介していきましょうか、はいはい、2位に指名されたのは中央大学磯畑亮太選手です。外野手ですね。実は足がとにかく速くって、うん、中学時代ですね、 100m、200m で2冠を達成しています。あのサニブラウン選手に中学3年生の夏勝った人です。どういうことですか、それ。この足の速いですね。盗塁とかも期待できますよね。立山さん、いかがでしょうか。そうですね、本当に今野球のトレンドが例えばホークスの周東選手であったり、はい、ロッテの和田選手であったり、はい、出塁して盗塁類を進めるっていう、うん、こういう野球のトレンドがあったんですけども、なかなかファイターズそういうタイプいなかったんですよね。ですから上位指名に至った理由もこのような足の速い選手は絶対取りたいと、はい、これもプロに来てもこの足の速さは超がつく一流ですから、すでに。ですからね、そういったこう機動力の野球というところも非常に栗山監督期待してるんじゃないですか。そうですね、足の速いで言いますと西川選手がファイターズでは一番に足が速いとも言われてますけども、はい、その西川選手でさえもうベテランの域に入ってきているので、うん、若い世代の足の速い選手はやっぱり欲しいですよね。そうですね、しっかり経験を積んでね、うん、出塁して盗塁という形を作ってほしいですね、はい、ということでここで伊藤大海投手がいる苫小牧駒沢大学と中継がつながりました。淵上アナウンサー、お願いします。伊藤大海選手でした。本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、うん、伊藤選手、本当にこれからファイターズに来てくれるということでもういいですよね。いいですね。これでこなかったら
ちょっとびっくりしちゃいますけど大丈夫ですね。相思相愛ということでね、はい、山本立山さんの言う通りもできればやっぱ抑えのピッチャーとして今重要課題の部分ですからね。そうですね、やっぱりファイターズのウィークポイントをね、はい、担ってほしいですよね。もうしあれですよね、大学日本代表でももう抑えやってるんですもんね、はい、そうなんですよね。ですからそのあたりスッと入っていきやすいですし、大は大ですよね。そうですね、もう多分今頃鹿部町のご両親のもとはもう多分メールやら LINE やら大騒ぎになってるんじゃないかと思いますけどもね、まあ、一安心というところでしょうね、うん、嬉しいですよね。伊藤大海投手今23歳じゃないですか。で、はい、ファイターズが今年で17年目なんで単純計算で言うと6歳の時にもう地元にプロ野球がある生活なわけじゃないですか、はい、やっぱ地元にプロ野球あるっていうのはね、いわゆる子供たちってあいつかって本気でいつかなりたいなって思えた世代じゃないですか。そういう意味でダルビッシュ投手のファンだったというふうにおっしゃってましたからね。駒大苫小牧が活躍した年があってそれを見ててファイターズを見ててってことで育てるわけですからね、うん、はい、はい、本当に楽しみですね、はい、そして3位の選手も入ってきました。見ていきましょう、うん、こちらです、うん、はい、上武大学古川雄大選手、キャッチャーの選手ですね。で目標は阿部慎之助さんのような打てるキャッチャーで、うん、二塁への送球が1秒8台という強肩の持ち主です、うんうん、ここに来て3位キャッチャーが入ってきましたが、うん、19年ですね、日米大学選手権にも出場されています。もう大学生の時から活躍されている選手ですね。そうですね、やはり2位3位とファイターズの、まあ、欲しいところウィークポイントはやっぱり担う選手が指名されていると。また古川選手ね、もうスローイングはプロでもトップレベルのスローイングのスピードを持ってますから、はい、バッティングもね手話でいいんですよね、はい、うん、本当に3選手とも本当に楽しみな選手が来てくれるかもしれないということで本当に楽しみです。さあドラフトの最新情報はこの後も速報でお伝えしていきます。注目してください。はい、ではこの時間はお天気です。近藤さん、森田さん、今どんな状況でしょうか。水野さん、はい、苫小牧中央高校、こちらは根本遥投手です。1巡目指名終わった後時間があってお話を伺いますと、やはり独特の雰囲気ですね、1巡ではないかと思っていました、これからですねと前を向いていました。でこの根本投手の左隣に座っていらっしゃるのがお父さんの俊幸さんです。遥という名前の由来を伺いました。男の子でも女の子が生まれたとしてもどちらにも合うように遥と名付けることは決めていたそうです。そして漢字一文字よりは二文字の方がいいだろうということで音の響きから楓の一字をつけました。今が見頃の楓の葉、花言葉の一つは美しい変化、ドラフト指名という人生の大きな変化が来る時を今じっくりと待っています。苫小牧中央高校からでした。はい、早く名前が呼ばれることを期待したいと思います。ドラフト情報、新たな情報が入りましたらまたお伝えします。さてドラフト情報、ここで速報ですが、ファイターズ5位に中継も出ておりました苫小牧中央高校の根本遥投手が5位指名されたということです。おめでとうございます。さあではその苫小牧中央高校覗けますかね。はい、水野さん聞こえますか、どうでしょう。はい、苫小牧中央高校です。1分ほど前にですね、根本投手ファイターズの指名という知らせがありまして、で今根本投手はすでにこの席からは立ちました、はい、会見の場所にですね今移動し始めたところです。で指名の瞬間を受けた時本当に嬉しそうなほっとした表情を見せていた、そういったことが印象的でした。渡辺監督、今ご覧いただいてますかね、はい、こういった様子で根本投手今抱き合っているのが渡辺監督だったんですが、マス越しではありますが笑顔です、はい、あ今渡辺監督が抱き合いました。はい、こういった指名の瞬間の様子がありました、この後会見場に、場所を移しまして喜びの声が聞けそうです。また明日の共同期でそういった声をお届けできるかと思います。ファイターズに指名された喜びの苫小牧中央高校からでした。はい、水野さんありがとうございました。いや嬉しいです。まだ今騒然としてましたね会場ね。道内選手は伊藤投手に続いてファイターズ、根本遥投手がファイターズ、もうファイターズ入りでしょう、間違いないと思います。指名されました、交渉権獲得ということでございますけれども、はい、さて、その他にも先ほどもちょっとお伝えしましたけどもね、河村投手もロッテに4位指名ということで、次々と
道内選手の嬉しい報告が入ってきてますね。そうですね、はい。まあ、根本投手ね、中学校の時に、ね、全国の中学校の大会で優勝したんですよね、はい、で同じメンバーでやりたいからってことで地元を選んだってところもなんかすごい嬉しいし、うん、そして地元のファイターズに来るっていう、はい、地元の選手が来てくれるって本当にね、もうファンにとっては嬉しいですし、応援したいと思いますよね、はい、いや、先ほども、ね、堀さんとも話してましたけども、うん、その伊藤投手が2004、5、6年の駒大苫小牧の活躍を見て、うん、駒苫を目指して、うん、その後ダルビッシュ投手のファイターズの活躍を見て、でファイターズにも入りたいという気持ちを持ってもらって、そういう世代がどんどん、今プロに入ろうとしているというのは、北海道もやっぱり野球の環境が変わってきているのかなと思っております。さて続いてですね、6位の指名、あ、こちらが根本さんです、はい、6位の指名が入ってきたようです。社会人ですね、うんうん、はい、ボード見てもらっていいですか、はい、はい、ボード、はい、JFE 東日本の今川優太選手、優馬選手、はい、今川選手がどんな選手かちょっと私の情報は入ってきておりませんけれども、はい、こういった選手たちの詳しい情報は明日の強度期でまたお伝えしたいと思います。ノリも張ってないのでスタッフが一生懸命で押さえておりました。今入って、明日喜びの声をまたお届けできればと思っております。そして今週はお米のプレゼントもありますので、そしてランクインは2万円です。ではまた明日。昨日東京で行われたドラフト会議、今年は12球団をそれぞれの部屋に分け、オンラインでの開催となりました。ファイターズの1位指名は伊藤大海投手、苫小牧駒澤大学。公表通り鹿部町出身、苫小牧駒澤大学の伊藤大海投手を指名。最終的に他球団の指名はなく、ファイターズが一本釣りに成功。球団初のドサンコドラフト1位選手が誕生しました。自分としてもこう、ファイターズのファンで、北海道また頑張れるってことに関してはすごく嬉しく思っています。まあ、不安ももちろんあったので、指名されてこう実感が湧いたというか、野球人としてももちろんそうですけれども、人間として、魅力のある応援されるような選手になりたいなと思っています。伊藤投手の地元鹿部町から指名の瞬間を見届けたご家族は、握手しますよね。本当にホッとしましたね。それだけですね。今まで本当に頑張ったねって言いたいですね、はい、やっぱりまだ実感がないですね。なんか本当になんか夢見てるような今まで私たちにこう、私たち家族がヒロミからこうヒロミの野球を見ることで元気をもらってたので、今度はその応援してくださる方々にとってもそういう存在になれるような選手になってほしいです。お願いします。プロへの切符をつかんだ伊藤投手からメッセージが届いています。ドサンコワイド朝を、ご覧の皆様、北海道日本ハムファイターズに、1位指名された、伊藤大海です。少しでも皆様に、認められて、やっていけるように、一日でも早く、頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。この日を夢見て小さい頃から努力を惜しまず頑張ってきたと思いますから、本当に夢が叶って何よりですよね。伊藤大海投手の実家はタコツボ漁の漁師さんなんですよね、うん、ですからその後後継ぎっていうことも考えられる中で、でも野球に打ち込ませてもらって家族に恩返しもしたいということなんですよ ね、鹿部町出身ですが、そのお父さんが名前をつけたんですが、大海原のように広く大きく海を渡るような人物になってもらいたいという意味だということなんですが、まさにねこれからプロという大海原を渡っていく、まずそのスタートを切れますね。漁師さんだけに一本釣りですね。なるほど、ファイターズが単独の指名に成功しました。さあ、そしてその他の選手もご紹介していきます。まずはドラフト2位ですが、中央大学の外野手磯畑亮太選手、はい、3位は上武大学のキャッチャー古川雄大選手、
4位は智弁和歌山高校の内野手細川亮平選手、そして5位が白老町出身です苫小牧中央高校のピッチャー根本遥選手、6位も札幌出身です JFE 東日本の外野手今川優馬選手、さらに育成でも2人の選手交渉権獲得ということになりましたね。本当に未来が楽しみですよね。今から応援したくてうずうずしているという方もいらっしゃると思いますが、その他にも今年は道内から他の球団プロ野球選手が誕生しています。番組でもご紹介しました選手たちの喜びの声が入ってきています。2位中央大学の磯畑亮太選手はスピードが持ち味の外野手です。中学では陸上の全国大会で短距離2冠に輝き、サニブラウンに勝った男として知られています。3位上武大学の古川雄大選手は強肩強打のキャッチャーで大学日本代表にも選ばれた実績もあり経験豊富です。4位細川亮平選手は智弁和歌山高校の内野手で高校の先輩西川のような盗塁を見せたいと意気込みます。自分の特徴である足というものを生かしながら盗塁を自分も取りたいなというふうに思います。5位は苫小牧中央高校の根本遥投手、中学時代に全国大会決勝で完全試合を達成した左ピッチャーです。最多勝を目標として活躍を目指します。小学校の時からずっと見ていた球団ということで本当に嬉しいです。福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手が本当に見ていてフルスイングとかすごいなと思って、そういった選手みたいなと思います。6位は東海大北海道キャンパスから JFE 東日本に進んだ札幌出身の今川優馬選手、フルスイングが持ち味です。幸せです。もう生きててよかったです。もうずっともう日ハムが大好きで、本当に嬉しい。もう日ハムに入れたら最高だなってファンクラブ入ってたんですよ。もう願ってたんで、本当野球やってきてよかったです。よかった。本当に喜びの声が、ね、たくさん届いているんですけれども、まず見ていきたいのは2位の磯畑選手。陸上 100m では日本記録を持つサニブラウン選手にも勝った経験があるということで、もうどれくらい速いのか林さん早く見たいですよね。そうですよね、弊社実況アナウンサー同じ感じで磯畑で、今回2位指名受けたの磯畑さん、ね、覚えましたよ。すごい、こう見てるだけで速そう、ね、比較対象がなくても速いのが分かりますね。外野手ですから守備範囲も広い、はい、ちょっとバントの構えすれば相手のプレッシャーにもなる、そして盗塁ね、はい、楽しみ楽しみですね。やっぱり西川選手にもね、その盗塁の極意なんかも教えてもらいたいなんて話もありましたから、うん、期待は高まります、うん、そしてですね、1位指名の伊藤大海投手をはじめまして道内勢の選手を獲得ということで、根本投手や今川選手、太郎さんはどう見てますか。いや本当楽しみですよね。まず根本投手はこの夏の全道大会でも躍動して、とにかく三振がたくさん取れるピッチャーで、はい、高校生ながら完成度が高いという評価を得てますので、多分早く出てくるだろうなという感じもありますし、なんといっても個人的には、ね、6位の今川優馬選手、はい、高校時代3年生の時に夏の甲子園に控え選手として東海大学高校で出て、でその頃から大学社会人と経て2年前には指名漏れも経験して悔しい思いをした中で、5人兄弟の長男、家族の夢叶えましたね、はい、情報が違うな。もうやっぱりなんか北海道の選手が多いから、そうです、事前情報がみんなすごい多いですね。本当にドラマがね、本当にたくさんあるんですけれども、ファイターズファンでもあったという今川選手もとっても注目が集まっています。でまだまだ気になるファイターズ指名選手の情報なんですが、7時台では野球解説者の岩本勉さんに徹底解説していただきますので、そちらも楽しみにしていてください。さあ、そして今年のドラフトで注目を集めた選手、こちらです。大学ナンバーワンスラッガー、近畿大学の佐藤輝明選手、そして大学ナンバーワン左腕、早稲田大学の早川隆久投手、ともに大学球界を代表する選手との交渉権を獲得したのは、でこちらが各球団の1位指名、ご覧の通りとなっているんですけれども、まあ、地元選手を引きに行ったと地球団もありますし、うんすね、大学高校と、ね、本当にラインナップが豊かとなっております。で今年は新型コロナウイルスの影響もあって、まあ、学生の皆さん、社会人の皆さんにとってはアピールの場が、ね、すごく少なかった中なんですけれども、このような形で、まあ、4球団が競合する選手が2人出るなど、本当にたくさんありました。さあ、それでは代わってファイターズ情報を見ていきます。
さあ今日から大阪でオリックスとの対戦です。予告先発見ていきたいと思います。ファイターズ今シーズンは中継ぎで起用してきた西村投手プロ初先発です。対するオリックスの先発は榊原投手となっています。試合は敵地で午後6時プレーボールです。以上スポーツでした。続いては道内のお天気伝えてもらいます。清水さん、はるかちゃん。